長遠鏡は中華民国、満州国の政治家。字は大宝。父は新末の政治家、長のほら。弟は長人とし老いは圧厚氏陳太夫特別高等学校を卒業後に日本に留学する。学習委員文科を1920年に卒業した。1922年、法天省また県の知事となる。1924年、 直令省制定県知事となる。その翌年に、天津県知事に移動し、さらに直令前省官参所座弁などの役職を、兼任した。1926年、天津市特別区市政管理局局長、直令省関門警察庁長長,長を務めた。翌年、交通部参事、東北変貌軍中吉林副司令官公書秘書となる。1931年、 長春市政光疎内所所長、吉林省実業庁長,長長などを歴任した。その後まもなく、長遠京は満州国建国活動に参加する。1932年2月の建国最高会議では、長は広志広志の代理として出席した。この時、長は定性採用を強く主張して、立憲共和制の採用を唱える増式武志らと対立している。 1932年3月9日、満州国が正式に成立し、翌10日、長遠京は、執政府内務官兼実業部総長に任命された。7月、共和会理事長となる。1935年5月21日、外交部大臣に就任した。1937年5月7日、大臣を辞任し、12月に、 中華民国新民会副会長兼指導部長となった満州国崩壊後、長円教は日本に亡命し、遠山光の副審、南部圭介に被護されたという、1951年、そのまま日本で隠し、去年54、清掃に訓一慶雲賞を着用した長円教、ありがとうございます。